では Today I l e a n d ではカリフォルニアベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます今日はソフトウェアエンジニアとして大事にしていることについて話していきます今井智明ですサンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます両一です シリコンバレーの小学校のやたらと多い短縮授業や休校日で予定の調整に苦労しがちな万年平社員エンジニアです。はい。その通りですね。いや、これ、結構困りません、ね。もうやったらもう月に1回ぐらいは、こう、ティーチャーラーニンズデーですとか、あと春休みと冬休みが、えっと、2月と4月に1週間ずつあったりとかして。あります。この1週間とか、だからあれですよね。<れ>本当。 困うちもまあデイキアなんですけど、はい、春休みで1週間なかったんでうん、うん、お家に行ったりとか、ね、まあ遊びに行ったりとかしてましたけどうん,、うん、なんかしかもそれでいて特にそのお月謝は変わらないので <laughs> そうそうそう変わらないんですよね <laughs> あ,あと小学校とかだと夏休みもすごい長いし6月頭から8月半ばまで日本の多分1.5倍 ぐらいあんのかなはい。うん。違いますよね。あと、もう一個だけ言いたいのが、短縮されても、業者は変わらないのに、たまにそのエクステンドしたいみたいなのがあって、まあ、例えば、預け、預かってもらう時間を2時間増やしたいってなると、それはチャージされるそうですよね。本当にもう、何でやねんっていう。思いますけど、はい。仕方ない。はい。叫びをしてみました。 ということで、はい、今日の話はですね、先日なんですけど、自分がブログを書いて、そのタイトルがスタートアップでソフトウェアエンジニアとして10年経って大事にしていることリストというのがあるんですけど。いや、これ結構反響あったっぽいじゃないですか。そうですね。とりとりツイッターで見かけましたけど。はい、ありがたいことにいろんな方に反応いただいて、とても嬉しかったんですけど、うん このブログについて、これはもう完全にリストなので、はい、あんま細かくなんでそういう考えに至ったかとかそういう話を書けなかったので、今回はまあどうしてそういう考えに至ったかっていうことを話したいなというのと、はい、あとまあ自分のそのスタートアップでの働き方とかそういうのがベースになっているので、りょ、はいちさんの意見とか、まあこういうところは ビッグテックだと違うよねとか、こうした、こういう感じだよねみたいなとかがもしあったら、そういうのも意見としてぜひ聞きたいなというふうに思っていますので。はい、はい。よろしくお願いします。お願いします。そうですね。だから前提としては、自分の話をすると、10年前ですね。2014年の4月頃にメルカリというスタートアップに入りまして、まあ当時20人ちょっとの人数すごいちっちゃかったんですけど、 <で>じゃあ、かなり初期だったんですね。メルカリ、僕が気づいた時には結構もう100人とか200人とか、割とそこそこの大きさだった気がしますけど、20人っていうとかなりそうですね。うん。だいぶまだ規模も小さくてやっていた時ですね。なので、まあ、そこからアメリカのメルカリ、 の方に来て、まあその立ち上げとかやったりでそしてまた別のスタートアップ行って、でその後に、えー、自分でスタートアップを立ち上げたっていう、まあ、感じなんですけど、なので、なんですよ、レンジで言うと01だったり、110だったり、1百0 0ぐらいのところでの経験に基づいてる。るまあ1 0 0っていうか、まあ、メルカリ最終的にはもっと増えてたんで。はい、この、まあ、01とかいうのはチームの人数みたいな。模感でそうです。 なるほど人数の規模感というふうに捉えてもらうといいかなと思います。うん、なので、大きな企業だと、また考え方は異なる気がするんで、まあ、さっき言った通りで、意見を聞きたいというところがありますと。はい、まあそれが前提で、そうですね。上からこのリストについて少し触れていくと、まあ、一番最初にその売上が大事っていう話をしていて、まあ、ソフトウェアは他人の価値、はい、他者の価値。 お客さんんの価値ですね。を生み出してなんぼっていうところがあるのでいくらコードをきれいに書いても売 <laughs> り上げが立たないから <laughs> はいあの、はい、というところで、まあ、きれいなコード書くっていうのはすごい大事なことだとは思っていて、まあ、きれいなコードとかきれいな設計とか作るのはすごい大事だと思うんですけどん、まあ、なんかそれはある段階までいくとアートなのかなと思っていて、はい 盆栽プログラミング盆栽は <laughs> いいですね、それね。そう。盆栽プログラミング。<う>なるほど。はなんかこう、すごい綺麗にここを作りをするみたいなのは、<laughs> はい、もうなんかこう、アートなんですよ。うん、それはそれでみんなが見て、お、素晴らしいっていうのはあるんで、趣味とかオープンソースのプロジェクトでやるのはいいと思うんですけど、プロダクションのコードでは、うん、まあそこまで行くと、ちょっとまあ、やりすぎかなみたいな。そこが目的ではないっていう。 まあ、何のために作ってるかっていうと、はい、まあ、そのファッチャを提供することが大事なので、まあ、それを常に念頭において行動は書いた方がいいよっていうところですね。うん、いやこれはまあ、大事。多分、企業の規模にかかわらず大事だと思うんですけど、まあ、大企業だと、普段、毎日毎週意識してなくても、まあ、割と何とかなっちゃうところもあるのかもしれない。うん。そうですね。まあ、 確かにそうかも。スタートアップ、特に自分の規模だと、はい、自分の出したものが、まあ、そのまま売り上げに紐づいてきたりするので、そこは結構、あのまあ、規模の問題はかなりあるかもしれないという、はい、ところがあります。次が、アーキテクチャとかプログラミングの言語のトレンドを変化するっていうところで、まあ、その時々にあった設計やプログラムを選択しましょうっていうところがあって、うん よくあるじゃないですか。なんか、Python ダメだとかいや、Python いいとか、<laughs> なんか、はい、なんとかの言語すごいみたいなとか、あとよくその、JavaScript とか、だとフレームワークで、なんとかっていうフレームワークがいいっていう、なんとか、なんとかな、みたいな、みんなこうやり合ってて、まあ、それはそれで面白いんですけど、んなんかそこっていつも思うのが、大体いいみんなバックグラウンドとかスキルが違うんですよね。でそこを認識せずにお互いに、ああだこうだって言い合ってて、はい。 なんかこう、結局、まあみんなバックグラウンドが同じだった時に話し合わないと意味ないんですけど、まあそうじゃないから、うん,うん。あんまり本質的じゃないなと思って,てそうです、ね。なんかね、よくツイッターとかそういうんで話題になってるのって、うん、ある種こう、マイクロベンチマークを見てるようなもんで、全体として役に立つかとかいうのはまた別の話な気はします。うん。だなと。はい。でも逆に大企業だと、 えー、その、流行りを追っかけづらいっていうのはあるかなそうですよね、うん。それはよく聞きます。特に、なのでモバイルとかだと。まあまあ、大企業だと、その、むしろ意識して流行りを、まあ、追っかけるというよりは、ウォッチして、その、方向性とか時代の流れみたいなのは、なんていうかな、気にしてた方がいいかもしれない。うん。ですね。全くその通りだと思います。 で、まあ、結局のところだからやっぱ大企業でもスタートアップでもどんな規模でもそのチームにあったりとかその会社にあった最適なものを選ぶべきだと思っていて、はい、で結局、まあ、価値を早く提供できるっていうのが多分大事なのでそれを考えた時にチームのスキルセットとかもいて、まあ、これがいいみたいなのを選んでいくみたいなのがいいかなと思っています、はい、なんですけど まあその次で遊び心は大事っていうのを書いていて、これがまさに良一さんがおっしゃってたことで、世の中流れとかを見るっていうのすごい大事だし、やっぱりその遊び心とか好奇心っていうのが仕事を楽しくするというか、我々そのプログラマーというかこういうのを書く、コードを書いて、日々のお金を得てる人たちにとってのなんか重要な要素だと思っているんで、いろいろその 試してみるっていうのは大事だし、新しいことは身につかない。いや、そういうことをやっていかないと身につかないので。うんうん、そうですね。はい。うん、だから、結局、まあもしかしたら業務時間外とかになるかもしれないんですけど、まあ、それは、なんていうんですかね、楽しんでやるものなので、まあその中でいいものをう、うん、考えながらやっていくのがいいのかなというふうに思っています。はい いや本当その通りだと思います。まあ、これはバランスを取るのは難しいですけど。そうですね。で、次が中小化の話で、まあ、これは基本的には自分はうまくいかないというか、スタートアップにあんまり向いてないんですよね、はい、ん多分。スタートアップってやっぱりいろいろ変化が早くて、1週間前にやったことを なんか全部変えるとかってことだって普通にあり得るんですよね。で、そうなった時に、なんかこう便利なものを作ろうみたいので抽象化していくと、だんだん、なんかこう、わけわかんなくなってくるっていうのは、まあ今までの経験かなりあって、うん,うん。あの、よくあるのが、まあ、後から来た人が理解できないとか、<laughs> これなん、はい、いろいろ歴史的経緯があるんですみたいな話なんですけど、うんうん、あの、 できなかったりとか、あとはやっぱライブラリの上にこう抽象化を重ねちゃうみたいな。例えば、前あったケースだと、アポロ、グラフ QL っていう、あの、グラフ QL のなんかフレームワークみたいなのがあるんですよね。アポロっていう、はいで。それの上に何か抽象化を作ったら、そのアポロっていうフレームワークのバージョンアップがあり、うん、そうするともう過去のものは動かなくなるみたいな。でももう直そうとしても、 なんかすごい賢いことやりすぎてて。<laughs> はいはいはい。もう直すの厳しいみたいな。うん、そうです、ね。とか、あとは普通にプロダクトの仕様が変わるとか、うん、まあいろいろあって。まあこれあれ、あの、早すぎる最適化は悪であるっていう、なんていうんですか。ありますね。えっ、ー、と、どんはい、ドンクヌースだったと思うんですけど、えー、多分あれと一緒で早すぎる抽象化も、まあ悪なのかなっていう。うん。そうですね。 なんかね、最近読み始めた本で、なんだっけな、あの、プログラミングの、えー、っと、The Rules of Programming かなっていう本をちょっと読んでて、この抽象化とか、はいえー、そういうのは3回同じような問題にぶち当たったら、初めて抽象化しなさい、みたいな、まあ、なんていうのか、うん、あの、Rule of Thumb っていうんですかね。うん、書いてあって、まあ、 うん、それは割といい指針なのかもなっていう気がしました、ね。うん,うん。うん。最初から後のこと考えたりするのはちょっとやりすぎみたいな。うん。そうですね。我々考えがちなんですけどね。ちょっとこ将来を見据えてこうしようみたいな。<laughs> 大事なんですけどね。うん。まあ、特に多分スピーをアップだと、スピードの方が重要だし、今書いたコードが、こう、一月後、半月後に使われてる可能性は、なんか、 相当低いみたいなことも結構あったりして。なんかそれを考えると、はい、その一個一個のコードにあんまり、なんていうか、無駄な将来を見据えた投資をするというのは、まあ、良くないっていうのはありそうな気がしますね。そうですねああ。あの、どっかで見た例えなんですけど、負債も資産っていう話があって、うん、まあ、あれですよね。実際問題そうなんですよね。あの、 会社レベルで考えても、はい、お金を借りて投資するっていうのは、うん、まあお金借りてるっていうのはもちろん借金なんですけど、結果的には資産なんていうふうに、賃貸借対書、はい、日本語で何て言うか、バランスシート。ートはい、なので、まあ、そこを踏まえてどう進めていくかっていうのを考える方法がいいのかなっていうのは常に考えてます。はいはい、次が賢い行動。 設計よりもみんなが分かりやすいコード設計っていうので、まあ、賢いコードって何かというと、いろんなことをコードの方でやってくれちゃってるようなものですよね。問題は他の人たちがそんな賢くないっていう現実の問題。<laughs> なので、そのいろんなことはやっていてくれて嬉しいんですけど気づかないので見落とされるので、何かこうやろうとした時にそれが見落とされてぶっ壊れるみたいなのはよくあります。 で、わかりやすいっていうのはじゃあ逆に何かっていうと、それぞれの行動とか設計のや、構造だったり役割が明確なことで、そのさっき言っていろんなことが言語化されているっていうのがわかりやすい。なので、パッと見たときに、あ、これはこういうことやってんだ、これはこういうことやってんだ。じゃあ新しい機能を追加するときに、こことここを変えないといけないよねっていうのがわかりやすいものだと思っていて、それが隠蔽化されているでまあ今現時点では、 何も考えないでも書けるっていうのは素晴らしいことなんだけど、あとあと困っちゃうよっていう。<laughs> はい。みんな賢くないっていう前提に立った方がいいっていう。うですよね。うんはい、あと賢い行動を作ろうとすると、まあ多分抽象化と似てると思うんですけど、いろんなこう暗黙の前提みたいなのが入りがちで、それが崩れた時に壊れてしまう。うね、はい。うん、そう。暗黙知みたいのは結構気をつけないと、どうしても出てきちゃうんですけど、はい そうですね、歴史的経緯みたいなの <laughs> そうですねはい,はい、はい、すでに、はい、いやー難しい,い、うん、はいで次が誰し誰しもがスキルセットは異なるでチームへのデザインや原理原則の啓蒙活動が大事っていうのがあってこれどういうことかっていうと、まあ、みんなが分かりやすくするとかこう何て言うんですかねチームの標準を低いレベルに合わせていくと全体のレベルが下がってクオリティも下がって、はい、いいものが 作れなくなくるのでやっぱりチームのメンバーの人たちにはある程度のレベルには達してほしい。ちゃんと同じ土台に立って話ができるとか基本的な原理原則ってあるじゃないですか。何かん,なんでしょうね。ソリッド原則とかあるとかして、はい、ソリッド原則って何ですかみたいな感じだと困っちゃうわけですよ。はいうん、あだからそれソリッド原則はこういうもんですよねってお互いにちゃんと認識合わせができているようにちゃんと周りの人たちと知識の共有化をしていくみたいなの大事。 っていうのがありでその次にまた同じ誰しもスキルセットが異なるって書いてるんですけど、これ自分もそうで、<laughs> はい、周りの人たちの方がいろんなこと知ってるケースもすごいあるんですよね。当たり前なんですけど、うん、そこを、これってどういうことなんだろうっていうのを日々学び続けるっていうのは大事で、自分がその低いレベルにならないようにするっていうことをまあ心がけるっていうところですね。そうでこれはハイアリングとかでも 割とスタートアップは気をつけなきゃいけないことしいす、ね、そうですね。アマゾンとかにいたときはチームの50%より上の人を必ず取ることみたいなハイアリングのルールがあって。はいはい。そうしないとだんだん規模が拡大すると質が落ちていってしまうからみたいな。ああ、うん。Google もまあスタートアップだった頃は特にね、すごい各分野の超一流みたいな人いろんなすごい 金なり時間をかけて口説き落として、こう雇ったりとかしてたみたいですけど。うん。うん。まあ雇うのも大変だし、チームを、まあ違いも受け入れながら、チームとして育てるというか、うん。やっていくのはすごい大変そうな気がします。そうですね。いい人を取るっていうのは本当大事ですね。そういう意味で言うと。<laughs> なので、レベルを、常に場を上げていくってところですね。その次が、ローガフルール。 押し打ちするってやつで、まあ、これあんまり有名ではないんですけど。はい、これ僕初めて実は聞いたんですけど。まあ要は自分が気にすることと気にしないことをはっきりさせておくっていうところで、それなんで大事かっていうと、すっげえどうでもいいことでやりとり始まっちゃうと、本当に時間がもったいないなと思っていて、はい、ただただそのなんかちょっと相手の言い方が気にくらなかったみたいなの実はあったりして、すっげえ細かいことに、ああだこうだ言うみたいなのも、 まあ、あるような気がするんですよね。人間だし。だから、もう自分の中で明確に、いや、これは気にするけど、こっちはもうどうでも、どうでもいいというわけか、まあ、強い意見ないので、判断に任せますみたいな。一応コメントはするけど。こ,これは、ニットってよく、あの、NIT、あの、コードレビューとかで言うと思うんですけど、はい、あれとはまたちょっと違うんですか、はい、同じです。自分はもう、だいたいそういうものに対しては、ニッツって書いて、ニットピッキング。うん だけどっていうのを言った上で、はい、まあ自分はこう、こうはこうの方がいいと思うみたいなことを一応言ってます。うん、だけど、直すか直さないかはあなた次第です。なるほどね。はい。うん、言って。僕もまあ、そう,そう,そ,うそう、コードレビューとかで、あの、ニットとかニットって書いてなくても、え、これいいでしょこっちの方が絶対いいでしょとか思っても、あんま本質的じゃないかなと思ったら <laughs>、なるべく、 見なかったことにしてというか、はい、あの、じゃあまあそれでいいです <laughs> はあんまり戦わないようにしてますけど、ね、そうですね。うん、はい。戦うときは徹底的に戦うんですけど、うんはい、そういうときはだけビデオコールします、ね、<laughs> そうですね、それがいいですね。コメ,コメントしないっていう。うん。めんどくさくなっちゃう、ね、はい。そうですね。そこでなんか細かいバトルを。 テキストベースのなんかチャットとか <laughs> あのコメントで始めると収集つかなくなりますからね。ですね。はい。で、最後がヤグニとキス、次にドライって。ヤグニってあの、遊園から2でですね、いらんものは必要になるまで作るなというところで、キスはキーペシンプルですね。はい。ドライは Don't Repeat Yourself で、うんまあ、一番大事なのは いらんものを作るなっていうところで、いらんものっていうか、今いらないものを作るなっていうところで、やっぱさっきの先を見越してみたいなのは常に頭にあるんですけど、はい、まあそれはその時考えればいいので、うん、なるべくやらない。はいはい、かつ、なるべく簡単なソリューションを考える。なんかこう、うん、別の見方すると、実はそもそもコード書かなくてもいいみたいなこともあったりもするので、うんうんうん はい。人のやり取りの問題だよね、みたいなところもあったりするんで、まあそういうのとかを気にしています。はい。はい、というのが、なんでしょうね、これ。全体、あソフトウェアのか、うん、アーキテクチャとかコードの、うん、このヤグニキスドライは、この優先順位としてこの順番だよっていうこと、ね、そうですね。はい。うん、なので、ドライも大事なんですけど、はい。別にコードが、 重なっても、それによって簡単なんだったらいいのかなっていうのはあります。はい。あんまり同じのがいっぱい出てきたら、あ、じゃあそれはまとめた方がいいですよねってなると思うんですね。そうですね。あ、うん、れね、ちょっとこれ見て思い出したんですけど、ルイ・上山さんっていう元グーグルのエンジニアで、リンカー作ってる方が、ブログだったかなで、その、ドライをやめて、 コードをすごいシンプルにしたみたいな話があって、えー、あの、リンカーが Mac と Windows と Linux 版で動くんですけど、うんえー、その古いバージョンは確か、えっと、まあ、IfDef とか、プラットフォームごとに If 文みたいなのがあって、なるべく同じロジックは同じコードの中に入れて、If 文で動作を分けるようにしてたらしいんですよね。うんうん、で、それをやめて、もう、 コピペでもいいから各プラットフォームごとそれぞれにコードを分けた。うんでそしたらすごいシンプルになって、なんかいろいろいいことがあった。スピードも速くなったし、バグも少なくなったしみたいな、そんな話を読んだ覚えがあって、うん、まあバランスだとは思うんですけど、うん、なんか過度にやっぱりドライするためにだからコピペでみたいなのを減らそうとして逆に複雑さを増やしてしまうっていうのは、うん やっぱ良くないんだなっていう。ああ、そうなんですね。っていう話をちょっと思い出しました。はい。はい、なるほど。気になります。その。はい。ちょっと探して、小ノートに貼っ付けておきます。ありがとうございます。そして、行動のところなんですけど、1個目が、とにかく手順書や作業メモを残せっていうので、あと人とのやりとりは議事録を書けっていう。はい。もうこれは、マジで大事だと思っていて、はい、もう自分は多分、そ,そう、何度となく、<laughs> 助けられたほ、まあ、他の人にもあこういう感じですってこうシェアして、うん、あそうなんですねみたいななんでそうやったかとかもそうだし、まあ、いろんなステップだったりとか,とか誰が一体言わないとかもうめちゃくちゃあるので、うん、とにかく全部メモをなるべく取っておくっていうのが大事結局遠回りのように見えて最短経路をいけるんじゃないかなと思っていそういうのはもう自分の習慣になってます、うん あと、これとまあ関係あるか分かんないんですけど、何かこう作るときも、最初にある程度、設計の図なり、文章なり、まあ言語化するっていうのもすごい大事だと思って、うん一応その作るの、大体頭の中であるパターンとか多いと思うんですけど、で、まあ設計書もちろん書くときもあると思うんですよね。デザインのなんかこう書くときもあると思うんですけど、 はい、最後までちゃんと書ききると割となんか見落としに気づくことが多くてあこれ考えないとかバックワードコンパティビリティ考えないとなとか出てくるんで<ー>やっぱそういう書くのは何でも大事だなって常々思ってますうん,うん、うん、言語化するっていうそうですね確かに言語化何かこう頭の中に思い浮かんでるものを言語化場合によってはね直接それがコードというかプログラミング言語でもいいこともあるのかもしれないですけどな、うんか 形にしてみると分かることが結構ある気はします。そうですね。だなと思ってます。で、次がベストプラクティスや世の中の人の知見に頼るっていうところで、せっかく便利な Google だし、まあ今だと AI とかそういうのがあるんで、はい、<laughs> そういうのを頼って一から何でも考えようとしないっていう、大体なんか似たような問題って誰かが持っているので、それを活用した方が絶対早い。 か一から自分で考えると、要はなんか車輪の再開発みたいなのになりがちなのかなというふうに思うので、まあそれを結構大事にしているんですが、一方で、盲目的にそれを使うべきではないというふうに思っていて、なぜなら、自分の課題は多分ちょっとずつその人たちと違うので、 かそのまま、なんか世の中でこうやってるベストプラクティスがあるから、じゃあそれ使いましょうっていうのは、それ何も考えてないのと同じなので。<laughs> はい。<laughs> そうですね。カーゴカルトですよね。はいうん、うん。だからあんまりよ,よろしくないなというふうに思います。まあこれ、うん、でもこれの死者選択だったり判断をするっていうのはやっぱりそれなりに、まあ、難しいことな気はしますけど。そうですね。いろんなソリューションが世の中あるので、これはまあ経験とかにもなっちゃうのかもしれないんですけど、 まあそうですね、うん、経験とか基礎知識みたいなのは要求されるのかなはいだなとは思いますそして次がエラーは隅々まで読めて <laughs> はい大事ですねこれ読まない人結構いるんだよなと思っていて、うん、いやほん文章エラーメッセージに限らずですけど読まない人は多くってまあもちろん読むように工夫する っていうのを、まあ、こっちが何かエラ,ーエラーメッセージを表示するとかだったらその文章の構成とかを工夫するのも大事ですけどはいあのちょっと話は飛ぶんですけど子がまが、あ、今小学生なんですけど家で Z 会をやってるんですけど、はい、Z 会の問題でちょいちょいねあのお父さんこれわかんないんだけどとか言って聞いてくるんですよそうすると僕は必ず声に出して問題文読んで って言うんですね。で、そうすると、声に出して読むっていうのはどういうことかっていうと、はい、斜め読みとか飛ばし読みしないで全部きっちり、一文字ずつ全部読むってことなんですけど、うんうん、でそうすると、だいたい、半分から三分の二のケースで、あ、わかったって <laughs> 言うんですよ。ええー、それは面白いですね。だからまあ、いかに結構こう、キーワードだけ広い読みしてるのかなっていう、ことおうおうまあ、それね、でも自分でも <laughs> 結構やってる、ああ、やってる。 やってしまったみたいな、こうバーッとメールなりメッセージとかを読んで、うん、ん分かったような気にこうなるじゃないですか。でなって、ちょっと、はい、で、その先進むと、あれおかしいなって言って戻って、ちょっとゆっくりもう一回読み直す。あ <laughs>、違ったとか、ここを飛ばしてたとか、はいはい、<laughs> 気づいたことがあるんで。ありますす特に。特にエラーメッセージとかはちゃんと読まないとダメですね。うん、<laughs> そうなんですよね。1行目に、 書いてあるやんみたいなことが往々にしてあるんで。<laughs> そうなんですよ、ね、<laughs> で自分もしょっちゅうあるんですけど、はい、はい。だからよく読むっていうことを常に気にしております。うん、はい。はい、そして、えー、何回なバグは寝るか、散歩か、風呂に入るからっていうことで。<laughs> はい。そう。大事ですね。大事。まあ、なんか、まあ、そうですよ。大体こう、ちょっと見方変えると気づくってこと多いんで。う で、まあ、これは当たり前なんで、次行くと、はい、コミュニケーションにコストをかけるっていうところで、うん、まあ、エラーメッセージもそうですけど、大体普通の人、自分も含めて30、30%ぐらい理解できて、うん、まあ、万々歳かなというふうに思っていて。はい、半分以下。半分以下ですね。なんなら3分の1もないぐらいってことですね。はい、うん。それは、例えば人からこう、何かドキュメントもらって、読んどいてくださいって言って読んでるときも、 気づいてないこととかすごいあるので、まあ、声出して読んだ方がいいのかもしれないですね、これも <laughs>。もしかしたら。はい。ただまあ、なんか思うのは、なんか他の人にそれを強いるのはちょっとなって思うので、やっぱり発信する側が大事にした方がいいのかなというふうに思っていて、何度でも大事なことは伝えるっていう、まあ、手を変え、形を変え、ビデオで言うとか、ドキュメントだけじゃなくて、まあ、そうですね。常に、うん。 っていうのが、まあ、特にその、リーダーシップというか、まあ今会社やって CTO としてやってる中では、大事だなというふうに思ってます。うん、うん。で、はい、まあ次のことはそれに関係してるんですけど、結局、何かしら大きな変化とか、大きなことをやるときは、そのことについて、確信を持ってなくても持っている感じで伝えていかないと。誰よりも説明できる。はい、なんでこう、すべいなのかっていう。う で、まあ、それをちゃんと納得してもらうために何度もメッセージを伝えるっていうのは、まあ、結構気にしていて、だから、常にミーティングでも同じことを何度も言っている感じですね。あと、普通にこの、ここのリストも、自分の会社ノーションのエンジニアのセクションがあるんですけど、そこの一番上に貼ってて。はい、おおなるほど。あ常に見てほしいなという感じで貼ってはいます。まあ、まあ、見てくれてないような気がするんですけど、まあ、常にこれ大事してますっていう。<laughs> そうですね。まあね。難しいですよね。僕は、新卒で会社入って、はい、まあ、小学校とかでもそうですけど、なんでこう、校長先生とか、部長とか、社長とか、なんかつまんない話、ずっとして、何なんだろうと思ってたんですけど <laughs>、はい。<laughs> やっぱりこう、上に立つ人としては、そういう危機意識というか <laughs>、伝えたいことがあってのことなんだうなっていう。あるんですよね。うん、きっと、うん、だと思います。っていうのがあり、はい、次が、 新しいことにチャレンジするときは素振りをしまくるっていうところで、うん、特にスタートアップというか自分の今いるところっていうのが、まあ、今までやったことないこととか結構多くあるんですよね。うん、その中で成功確率を上げるには、いろいろやって経験値を上げるしかないんですよ。はい、だからこう、とりあえずハマりまくるっていうのが、ハマりまくるっていうのはその失敗しまくる。<laughs> 小さくやって、 いろいろ経験値を稼ぎていくっていうのが大事だなと思っていてそ,、ね、そしたら実際にじゃあやるときにこうやったらいいとかああやったらいいとかっていうのがまあやりやすいので、まあ、備えるというか素振りをしまくってますねいろんなことで、うん、なんかとりあえず作ってみるみたいない大事ですね。いやこんだけこういろんな情報がね、はい、ネットで動画ででも文章でもなんなら。 ポッドキャストみたいな音声でもこういろんなことを知ることはできるんだけどやっぱり自分で経験する自分で手を動かすっていうのはまた違うそう違うんですよね、うん、はい動画とかやっぱり、まあ、ポッドキャストでもそうかもしれないですけど、はい、聞いたら分かった感じにはなるんですけど、うん、実際やってみたら全然違うっていうはいところがあの世の中には2種類の人間がいるってやつでこうそういうのを動画なりで面白いものを 見たときに、あ、はあ、おいね、ふん、面白かったで終わっちゃう人と、はあこれ面白い、自分でもやってみたいって言って、やる人と 2>, ああまあ2種類いると思うんですけど、はい試してみないと、少なくともそういう分野で何か成し遂げるには必要な経験が得られないっていうそうですね。それ、あ、自分、コーヒーがすごい好きで、自分で焙煎するんですけど、そうでした。そう、コーヒー焙煎するときに、うん、まあ初めての焙煎機を買ったんですよ。はい、で、やるときに、 YouTube でめっちゃ動画見て、Y 線の。うんうん、あ、もう分かったみたいな。完全理解したと思って、やったら <laughs>、はい、もう全然うまくいかなくて。<laughs> そう、やっぱり何回も何回もやらないと分かんないことというか、多分その動画の人との状況も多分違うからっていうのもあって。はい、そうですね。うん、なんかそう、うん。しかもよく最近のそういう動画って早回しじゃないですか。<laughs> はい。<laughs> で その、早ましされてる、飛んでるところに重要な、こう、ノウハウが隠れていたりして。ししね、<laughs> はい。そうそう。なんで、まあ、そういうのは、とにかく手を動かしてみるとか、大事だなと。はい、まあ、だけど、それが結局、どこから来るかっていうのは、やっぱ、好奇心なのかなっていうので、次の話なんですけど、うん、なんでこうなんだろうとか、なんでこうできんだろうとか、好奇心を持つっていうのは、すごい大事なのかなっていうふうに思っていて、うん。まあ、多分自分は、 それが結構強めで、なんか何でも気になっちゃうみたいなところがあるので、うん、まあそれは何でしょうね。何がベースなのか分かんないんですけど、大事だなと思ってます。はい。で、最後に元気よく返事。はい、いいですね、はい、これね。いやめっちゃ大事。これなんか先輩と言うべるのか分かんないんですけど、昔会社の人が誰かにちょっと何々さんって言われたら、 はいってすごい、いつもいい元気な返集するんですよ。<laughs> <ー> <laughs> それだけで、あ、なんかこの人話しかけやすいな、みたいなところがあり、そういうの大事かなって思う。いや大事だけど、こう自分が煮詰まってると結構難しくないですか難しいです。はい。煮詰まってたり。いや僕もなんか割と一時期、なんだろうな、ある分野のメインの担当みたいなのやってるとき、やたらこう、まあちょっとジュニアの人、 とかにインタラプトさされれて質問るなんどんああみたいな感じでなっちゃってあれはちょっと大人げないというか申し訳ないというかよろしくないな難しいんです難しいんですよこれだから行動として大事にしていることとして自分がなるべくそう要はジャークにならないやつですねんですけどジャークですはいはいはいうんすごい技術力ある で、頭もいいけど、態度が最低みたいな。はい。ブリリアントジャーク。そういう人って結局、チームとしてはやっていけないと思うので、まあそうならないように気をつけようという気持ちです。はい。僕も気をつけます。そうっすね。これは大事だなと思っております。なんか他にもあるんですけど、ありそうな気がしたんですけど、まあ一旦こんな感じで。はい、うん。はい。素晴らしい。 いや、いいですね。こうちゃんと。まあ、それで、これで、一個一個、なんとなく思ってるとか、感じてることでも、やっぱり言語化してみると大事だなというか、まあ、こういうディスカッションだったりの、そうですね。糸口にもなるし。ね、ああ言語化、うん、ぜひ、よ一さんも言語化して、ポッドキャストで話してもらってもいいですし。<laughs> そうですね。僕は何を言語化すればいいんだろう。大企業で何十年、平社員をやった学び。はいみたいな。 行動ととししてて大事にしてることみたいのが、例えば、ね、やっぱりそのアメリカのビッグテックでやっていくにあたって、大事なこととかって、あるような気もするんですよね。うんまあ、そういう意味では、ここに書いてある今井さんが挙げたことって、割とどこに行っても通じる、まあ、程度の差はあれど、大企業だろうが何だろうが通じる気はするんですよね。うん そうですね。全部大事。<laughs> はい、大事じゃないでしょうか。<laughs> まあ、そんな感じで、はい、今日のところは、はい。今日はソフトウェアエンジニアとして大事にしていることリストについて話しました。よかったら感想をシャープト t o d a y i ンド u n d f m またはシャープ t i l f m でつぶやいてください。それではありがとうございました。ありがとうございました。